ちゃん。こんにちは、清高さん、はい、もう交流戦も残り大体2カードぐらいとそうだな、なってきましたよ ね。で、交流戦の優勝、はい、まあ、どこがするのか、そこに今一番近いのがまあ楽天お、でその楽天と現在戦っているのが巨人、はいはい、なんですけれども、うん、まあ、昨日の試合、はい、6対2で勝ってたんですよね。まあそうだな、はい、もう後半までで、8回ですね、まあ、ねから始まりました劇場が、まあ、8回9回で5失点だからな。そうです、まあ一昨年とかね、まあ、の8回とか、はい、まあ、いろいろ言われながら、まあ、今年はな、なんとか持ちこたえてたけども、はい、昨日ものすごくフォアボールというか、はい、逃げてた感じがするな、抑えなきゃいけないというか。それは例えば西、あの山崎より投手ではなく、まあ、あの 2失点でバトン渡した後の3投手っていうことがですか。まあそうだな、だからまあ西舘のあの投じた浅村へのど真ん中のまっすぐ、まあ、あれからちょっと流れがこう変わってきたな、怖いな、まあ、あそこはツーランで、まあ、2点入れて6対4 で、はいはい、で高梨投手が出てきてなんとかあそこは抑えた感じだったんですか。まあ、なんとかっつったって、うん、なんかフォアボール出しさ、こうピシャッとはいけなかったよね、はい、その流れが9回に、押し寄せてきたというような感じなんだけど、はい、まあ、確かに微妙なところは投げてるんだけども、うん、微妙なところも取ってることもあったし、審判が、まあ、なんとも言えないんだよね、うん、まあ、左に対してのインサイドっていうのがすごく、はい、ストライクじゃないの、あ、取るのそれみたいな、うん、まあ、ところはあったにしても、はい、取ったり取らなかったりしてもしょうがないよね、これはね、もう、ま、言ったってそうなんですよね。だから、まあ、ただ俺は、はい、その楽天の打者たち、まあ、この 3-1 から1球ボールを見逃すんだよね、はい、分かってて見逃すんだよ。あ、もう分かってる、いや、それでもフルカウントにしてからの勝負にするんだよ。でこれはね、ピッチャーにとってコントロールがままならない、ピッチャーにとってはやっぱフォアボールってのは怖いし、はい、だからといって甘く投げて打たれたら怖いしみたいな、うん、まあ、そういう窮地に追い込まれていくというか、はい、だからフルカウントにしたってバルトナードは昨日の時点では変化球全部ボールなんだよ、うん、だからもうまっすぐしかないのは分かってるから、はい、うん、おそらく楽天のバッターたちは見逃したと思うけど、はい、このやっぱりカウントをこう作っていく作り方っていうのは、こう今井監督が待てを出したのかどうかわからないけど見事だったな。それはもう会議、作戦会議というか、そういう中でバルドナードがはこうだからとか、いやでもね、これはね、状況によってこう変わることだから、もう瞬時にミーティングなんてできないよ。いやだからサインで打て待てっていうのがあるから、出したのか、それともバッターが起点を利かして自分で待ったのか、こう待ったって言ったらすごいよこれは、うん、そうなんです、ね、杉大地だって先頭打者が出てきた時に平気で見逃したからね、うん、でフルカウントにしてから、打ちに行ってファールファールヒットかな、はい、だからこんなバッティングなんか見事だよ本当に。だからまあきっと楽天の好調なところっていうのはそういうところに、まあ、そういうところなんだな。でまずはそのバルトナードなんですけれども、はい、まあ、昨日鈴木大地選手先頭出しました。でその後、まあ、フランコ選手をライトフライに打ち取るんですが、危なかったよお前これも確かに。ですがここから3者連続フォアボールで、はい、まあね、ツーランをその前のイニングで打ってる浅村選手をフォアボールから渡辺選手をフォアボール、そして満塁としたところで阿部選手、これ代打だったんですけれども阿部選手押し出しのフォアボールっていう形で、まあ、最後大郷選手に さよなら打たれるんですけど、森藤 の説明の仕方だったら何点取られてるかわからないあ、そうかそうか、これはまあまあ小部ちゃんが三振した後に、まあ、大郷がね、はい、そうです、ツーアウト満塁から打ったけども、はい、まあ、阿部選手の押し出しのフォアボールの時点でこれが、5対6まで追いついて、で小部ちゃんが三振したんだよ、はいはい、あこれでダメかなと思ったら、はい、やっぱ大郷が打ったね。今大郷選手、村林選手、あの 1,2 番もすごいですし、まあいいな、うん、あと小部ちゃんも顔絡んできてるしね、そうです、から上だから、あの浅村がちょっと状態が悪いのを、うん、やっぱり今監督がこう思い切って外したよね、はい、まあ、それからなんかちょっと流れるようになってきたという、うんうん、で外して、使わないわけではない浅村が、はい、その打ち出してきたというね、うん、まあ、そういう相乗効果というのもあるだろうし、はい、非常に楽天とすれば好調だよね。
ですよね。この9回の攻撃見てまずバルドナードなんですけれども、ちょっとね、ここ数試合というか打たれ出したりとか、まあ、それ中立、西立選手もそうなんですけど、あの回豊さんはバルドナード変えた方が良かった。いやもう変えた方がいいなとは思ったけどね、変えるピッチャーがいれば。これはどの時点で、ただね、バルドナードはその時点で、変えで変えると、まあ、1点押し出したら変えると、うん、それだけでも傷ついてるよね、はい、で他のピッチャーを出してきてピシャッと抑えればいいよ、うん、はい、あの状況で抑えられるピッチャーがいたかなと思うとちょっと難しいよね。あれも完全に楽天の雰囲気、いやもうそうだよね、西舘が浅村にホームランを食らってから、うん、流れがやっぱもう楽天に来てるから、だから高梨もおかしかったし、うんうんうん、バルドナードもおかしかった、うん、そこで、まあ、1点差になったら押し出してあそこで変えてピッチャーピシャッといければいいけど、俺は同点もしくは逆転の確率は、うん、あったと思うよ。それだったらもう使わない方がいいよ、うん、悪いイメージのピッチャーばっかりが4人揃っちゃうわけだから。そうですよね、次の日に。そうか、もうそれだったらもう祈る気持ちで託すっていう、もう託すしかなかったような気がするな。変えるんだったら早いタイミングだよね。変えるんだったらどこのタイミングだったと思います？9回の誰にフォアボールを出した時点とか。やっぱりこう押し出しかなっていうような感じがするよね。阿部選手の押し出し、それか押し出す前だな。だからなんか押し出しは見えてたような気がするからな。でも難しいと思うわ。あそこはそうなんですね。それと左が続くんだよね、楽天が。だからやっぱ左も用意してないかんし、はい、そう考えるとな、なかなか。ちょっと待って、昨日誰がいたんだ左は。左だと大江と、あそっか、船場様とかみんな右だもん。まあそうだな、大江がね、状態があんま良くないんだよ、はい、だから使えなかっただろうな。っていうことはもうあそこはもうバルドナード投手ともう心中みたいな形ですよね、心境的には。まあそうだな、もうそれしかないような気がするけどね。そうですよね、大勢みたいなね、はい、あれだけその右左関係なくこう力でいけるようなそういうピッチャーがいるんだったらまだしもね、そうじゃないピッチャーばっかりだから、それはなかなか厳しかったと思うよ。そうですよね、変えるにしてもね。杉内投手チーフコーチも、うん、まあ、ストライクとボールの判定については言ってもしょうがないと受け入れつつ、その上で3連続フォアボールの後のバルドナードを交代させる選択肢はもうないですと、なかったですというふうに、まあ、きっぱり話されているし、阿部監督もやっぱりうちは抑えがあの場面で言ってるんでっていうので、もう変える気はないという。ただそのやっぱ左ピッチャーがいなかった大江投手しかだ、まあ、そういうことも含めての、もし延長になったらとかいろんなことがよぎったのかもしれないですね。まあ、延長というよりもあそこしのがないと、うん、もう負けるから、うん、だから変えるっていう頭はあったと思うよ。ただ変えられるピッチャーがいないというね。だから船場様はちょっと無理だと。はい、やっぱ変則だけど左が並んでるから、うん、あの変則は左に弱いっていうことを考えるとね、うん、ちょっと厳しいと。平内、はい、ちょっと厳しいと、うん、ねえ、この展開じゃちょっと厳しいだろうみたいな。そうですよね、そうさ、もうワンチャン赤星ぐらいしか俺はいなかったと思う。で左はもう大江投手しか残ってないと。大江はやっぱ状態があんまり良くないもんね、はい、うん、ソフトバンクの時はコンちゃんを三振取ったあのボールが投げれればいいけども、うん、あれ以来見てないもん、あんなボールいやだからまあそれは苦しかったと思うけど、うん、まあまあ抑えをね任してるんだから、まあそれはもう変える選択肢はなかったと、うん、で3つのフォアボールを出して、いやもうこれはもう他のピッチャーとても使っても抑えきれない流れになってると。これは杉内コーチも正解だし阿部監督も正解だと思うよ。そうですよね、うん、いやただベンチで見てた山崎より投手のちょっともう呆然とした、いやそれは呆然とするよな、はい、6対2だったので、それだったら無理してもカウントしておいた方が良かったなみたいなさ思いますよね。まあまあね、はい、これに特に例えばバルノダナード投手だったりとか西舘投手をちょっとリフレッシュさせるとかそういうことはまあしなさそうではありますか。そんな時間がないよね、うん、
あとまあ、だからまあそのあと5試合じゃない、5試合終わったらちょっと期間が空くから、うん、3、4日ね、うん、だからその時に立て直そうという、そこまで、まあ、とりあえずあと5試合は頑張ってくれなきゃ困るっていうふうに、はい、多分思ってるはずだと思うよ。オリックスと戦って3連敗してでここで4連敗でようやく6点取れたかなっていうところでの大逆転だったので最後ね、なんかまあそうだな、うん、まあいいホームランも出てたしな、はい、まあ泉口がな、そうです、ホームランを打って、はい、まあ、プロ初な、はい、でまあ岸田が打ったのか、で岸田がもう泉口の当たりを見てびっくりしてたけどさ2人ともおおみたいな、そうですよね、で丸のホームランもう決まったと思ったけどな、うん、今年のなジャイアンツも中継ぎ良かったし、ね、あんな崩れ方するっていうのはなかなかなかったから、うん、あこれは押し切るかなっていうふうに思ったとんでもない方ストライク入らないんだもんな、うん、ちょっとそうでしたね。ただやっぱり対戦相手が楽天、今本当に多分中2チームの中であの一番モチベーションが高いからね今はね、はい、まあ、優勝したいっていう気持ちもあるだろうし、これ出だしの頃の楽天と今のこの好調な楽天、もちろん交流戦優勝一番近いわけですけれども、どこが変わってきて良くなってるんですか。どこが変わったのかというと、やっぱり調子の悪い人間を下げたということだよね、うんうん、まあ、浅村も下げたっていうこと、はい、それと調子のいい人間、うん、まあ、鈴木大地だとかを4番に据えたということ、はい、でやっぱこう大郷、はい、ね、村林、うん、まあ、ここら辺がよくいいのと、うん、やっぱそこに加わってきたのが辰巳、はい、まあ、状態は良くなってきたよね、うんうん、だから、まあ、すごくこう流れるような、まあ、打線にはなってきているよね。そうですよね。でそこであのなんとか8回まで行ってくれればもう9回には則本投手がまあそうだね、いるっていうそこの完璧さっていうのもありますね。まあ、これからだろうけどね、則本はね疲れ疲労とともにどう投げていくかっていうのはこう課題な部分、未知の部分だから。ただ俺はやっぱ昨日のこう戦い方を見て一球をどうするかっていうそこら辺はやっぱり今井監督が言ってるのか、もう言い終わってそれを実践に移しに来てるのか、だからこの一球待つ待たないっていうのはすごく大きかったと思うんだよ。これがやっぱできたっていうことがやっぱこう今井監督の野球だなっていうふうに考えると今井監督っていうのはいい監督になるだろうし、したたかだな、ね、今年からのルーキー監督ではあるんですけれどもね、うん、いやだから俺はやるなっていうふうに戦略的には思ってるよ。じゃあ残り本当もう数試合ですけれども、交流戦でのこの楽天の優勝っていうのは十二分にあるっていうことですよね、うん、まあ、それとやっぱ選手にあんまり遠慮してないな、その姿が分かる。それどんなところから。いやいやだから平気で下げたりだとかさ、はい、ほーみたいな感じだもん。そうか、だからその、そこに情だったりそのまあ入れずにっていうことなんでしょうね。そうだね、まあ情はある人間だよ、うん、まあすごく人はいいし、まあだけど勝負と情は違うっていうのをしっかりわきまえてる監督かなっていうふうに思う。そうですね、だから俺はいい監督になるんじゃないかなっていうふうに思う、うん、あの当初のこの、ね、シリーズというかリーグ戦が始まった時はなかなか調子を上げていけずに、やっぱりちょっとあの若手の選手とあとベテランのところで何かこううまくいってないよねっていうところもあった楽天が今非常にいい状態に持ってきてるっていう。まあまあそうだね、うん、だから打つ手が早かったよね、いろんな改善点で。もういいけって、まあ、だからもう戦力としたら話すのは痛いだろうけども、うん、そうじゃなくて、うん、やっぱチームのためにもうこう整備をしていったという、うん、まあ、それが身になってるということじゃないの。そうなの、うん、だから大したもんだと思う。これはあのリーグ戦に戻っても、うん、この勢いっていうのは楽天っていうのはいやそれはなかなか難しいかもわからない、うん、今度は楽天に矛先を向き出すと、はい、なかなかそう勝てるだけの力っていうのは、うん、もう一つだな、もう一息だなっていうような感じがするから、うん、もう選手もね何枚か欲しいし、はい、右も欲しいしみたいな。いやだからそう簡単にはいかないと思うよ。簡単にはいかないしだけどもまあ気分よく戦えることは確かだよね。そうですよね、うん、各チームの裏ローテみたいなのが当たり出してきてるんだよね、はい、交流戦ではね、うん、だから少し楽かなっていうふうに思う節もあったんだよ、はい、
まあ、だけどここまでね勝ってくると昨日の勝ち方なんか見てるとやっぱこうチーム力っていうのもやりながら上げてきてるしね、はい、だから楽しみなチームになってきてるよね。そうですね、はい、これまあでも楽天がね優勝となると豊さんはあの交流戦での優勝ってどこにしてソフトバンク、そうですね、これ当たらなかったらキャップまあの視聴者プレゼン、まあそうだね、っていうのでこれはもうジャイアンツに大いになんかこう責任があるよね昨日の負けっていうのはなんかまたさらに楽天を勢いづけたのかなっていう、そうだよな、はい、今日大事だないや今日大事です今日明日掘ったうちな、はいね、この、ね、動画を皆さんが見てらっしゃる時にはもしかしたら、ま、もうプレイボーで始まってると思うんですけれども、ね、どうなってるか分かるかもしれないし、まあね、ちょっとこの、ね、巨人との楽天の2戦っていうのは非常にこうまた重要になってくる戦いですね、まあ、それはそうだ、はい、はい